あの与党っていうのは基本的に日本人の大多数が投票した結果与党になるじゃないですか。で野党っていうのは大多数ではない人の票を集めなきゃいけないんですよ。ただから例えば、そのうんこ食うの大好きですっていう人がいてじゃあうんこ食うのをその合法にしようっていう人がいたとしたらで世の中に1万人ぐらいそういう人がいたらじゃあうんこ食いたいからこの人に投票するんですよ。 で、そうすると、1万人ぐらいいて、まあ、仮にさ、政治家を受かるんだとすると、その、うんこ食いたい派の政治家っていうのが生まれるんですよね。次に、じゃあ、おしっこを飲みたい人がいて、おしっこを飲みたい派の人っていうのが、じゃあ、1万人いたとしたら、またその、おしっこを飲みたい政治家っていうのができるじゃないですか。なので、その、うんこ食いたい派と、おしっこを飲みたい派の政治家っていうのが生まれるんですよ。で、これは、マイノリティを集めようとすると、必ず起きることなんですよ。 要は多数派ではない、あの、ちょっとおかしなことを考える人っていうのも集めると、それなりな人数になるんですよ。だからその N 国党みたいな、ちょっとおかしな政党とかでも、やっぱりその、なんか、与党にはなれないんですけど、それを支持するおかしな人っていうのが出てくるんですよね。だからなんか、デブ大好き党とか、まあでもいいんですけど、っていうふうに、そのおかしな思想の人をいっぱい集めて、じゃあ、1万人のおかしな人っていうのが好きな人を100人集めたら、それ100万人じゃないですか。 100万人になると、それなりの規模の政治力になっちゃうんですよ。なので、じゃあ、その人たちが政策どうしますかっていうのにしたときに、 その、いや、うんこ食いたいっしょうとか、おしっこ食べたいでしょう飲みたいでしょうみたいなことを言い争いになっちゃって、その、党としての方針って決まんないんですよ。要はその、マイノリティのおかしな人たちだけを集めて、そこで会議をして、じゃあ、党として一番優先することは何ですかっていうのにしたときに、いや、おしっこ飲みたいですうんこ食べたいですっていうようなやつしかいないから、まともなことが党のその、第一原則にならないんですよ。 あの例えば小学生ですみません、ね、っていうのがあってなのでそのマイノリティを集めると結局そのマイノリティの罠にはまっちゃうんですよ。で真っ当な人から見るといやいやだってうんこ食うようなとこ投票したくないじゃんってなるので余計にその党に投票しなくなっちゃって与党が強くなっちゃうんですよ。 で、与党がどんどん強くなると、マイノリティ党はマイノリティをどんどん集めなきゃいけないので、さらに、じゃあなんかあの、人の血を飲むのが好きとか、なんか、小動物を蹴るのが好きみたいな人を今度集め始めたりするんですよ。っていうのをやって、そのおかしな人をどんどん集めていくけど、でも世の中っておかしな人って一定の割合がいるので、そうやってマイノリティをずっと集めていくっていうのをやるのが、あの、マイノリティの罠で、あの、一応、その他の国とかでも、 その要はその移民とかって排除した方がいいよねとか、その移民に権利を与えない方がいいよねみたいな、いやいや、それはまずいでしょみたいなことを言う人たちっていうのがやっぱり一定の割合で票を集めてしまったりするんですよ。 でまあ、もちろんそれがメマジョリティになることはないんですけど必ずそのあのどんな国でもどんな場所でも変わった考えをするマイノリティっていう人,人たちがいてでその人たちをや集めていくとやっぱり多様性な世の中なのでそれなりの人数になってしまうんですよなのでそこのマイノリティの罠にはまっちゃってるんじゃないかなっていう気が僕はしてます。ん なので、そのこのあの方針で続けていく限りは、ちょっとマジョリティその野党第一党ではあるんですけど、与党になるほどの、その要は、多くのまともな人が、じゃあ、日本の政治を任せようという方向には。 ちょっと難しいんじゃないかなと思います。コメントで泉さんうんこ来るのって違います。これはあくまでマイノリティの罠っていうのの説明をするために、その与党が強い場合にマイノリティを集め続けると、マイノリティの罠にはまってしまって、余計にその多数派の支持が得られないんだけど、ただ一定の政治家は必ず作れるので、その政党としては成立しちゃうんですよ。なので政党としては成立するんだけど、ただそれでじゃあ党としてどうするのっていうと、もう決められないし、 でじゃあその大多数の人がその,その党を支持するようになるかっていうとならないよねっていうのを分かりやすく説明しようとして失敗しました。